トロンマイニングのポンジスキーム、19日目で元本回収できました。はい、こんにちは。マルチインカムサラリーマンのハッチンドです。今回はトロンマイニングポンジスキームですね、こちらの検証動画になります。で、トロンマイニングなんですけれども、ね、過去に私12個のトロンマイニング案件やりまして全部飛びました。はい、なのでね、いつか必ず飛ぶ案件だということをね、あらかじめ理解した上でね、もしやってみたいということはね、やっていただければと思いますけれどもね、永遠にね続くわけではないですよと、いつか必ず飛ぶ案件ですよというのを踏まえた上で、はい、やっていただければと思います。詳しくはね、こちらの再生リストね、この QR コードを読んでいただいて、まあたくさんの動画ありますので、この辺の動画見ていただけると、私がねこれまで何をやってきて、まあ、トロンマイニングっていうのはね、いつか飛ぶポンジースキーム案件ですよということをね証明した動画になりますので、この辺の動画を見ていただいて、それでもね、まあお遊びでやってみたいという方はね、この続きを見ていただければと思います。はい、そしてね、今回はこちらの案件ですね。 TRX666 というね、変な名前ですけれども、リッチ TRX と、はいね、トロンマイニングサイトで結構ね、この取引というか出金ですね、出金の割合が 5.5% ということで、高配当ね、高額で出金できるということで、まあすぐ飛ぶんじゃないかと思いつつね、かなりこの出金率が高いと短期間で元本を回収できるということでね、まあ、懲りずにまたやってみましたと。はい、で 5.5% だと、まあ、19日ですね、最短19日で元本回収ができますと。で、当然ですね、トロンの入金額を大きくすればね、配当の出金できる割合も増えてね、最短1週間ですかね、6日間で元本回収できるけど、まあこんなにやっぱり入れるのはちょっとね怖いよということで、私は今回2000ドルですかね、2000ドル入れて、はい、お遊びでやりましたと。はいね、で前回ねこちらの動画で、はい、詳しく解説してますけれども、5月20日にですね 2000TRX を入金しました。ごめんなさい、さっきドルって言いましたかね。はい、2000TRX ですね。はい、で 5.5% で、毎日 110TRX を出金できますということで、5月20日から、まあ、19日後の6月7日ですね、19日目で、元本回収ができると、はい、いうことになります。で、実際にね、毎日毎日こう 110TRX ずつ出金をしていまして、6月7日になって無事ね、出金ができて元本回収ができましたと。はい、こちらがねこのトロンウォレットの、スクリーンショットなんですけども、5月20日にですね、まあ、2000TRX 入金して、まあ、投資しましたと。で、その後ですね、もうその日から110下ろせるので、引き出せるので、ね、その日のうちに110で、次の日に110ということで、110110を毎日毎日、はい、出金していて、で6月7日ですね、見事にね、110ということで、はい、19日間ずっと引き出しを続けてきて、元本回収ができましたと、はい、いうことで、6月8日以降は全部利益になるということになります。はい、で、今回のね、この、リッチ TRX というところなんですけれども、まあね、結構やっぱり早めに参入できたっていうのが大きかったですかね。はい。で、こちらが私がね、入った時の日から、加入者の増加数をね、こう、プロットし続けているんですけども、もうずっとね、右肩上がりなので、まあ、この増え続ける、加入者が増え続けている間は、まあ、ポンジスキムなので、ね、他の加入者からの配当がもらえるということで、はい、こんな感じで、ね、だからこれがずっとね、どこまで続くかだと思いますので、これが続いているうちは、ちゃんとね、出金できるということになります。はい、なので、まあそうですね、まだ19日、私が、このサイト見つけて、まあ多分2、3日後くらいに入ってこの数字だったので、はい、まだまだね、いけるんじゃないかと思います。はい、ただですね、皆さんね、こうやってやると、もしかして儲かるのみたいに思うかもしれないんですけれども、やっぱりですね、ポンジスキームなので、いつか必ず飛びますね。過去、私12個のやつやって、まあ全部結局ね、まあ、最長ででも2ヶ月くらい持ったやつもありますし、ね、私の参入するタイミングが遅すぎて、も
ね、入金した3日後くらいにもう飛んじゃったっていうのもありますし、もう本当にこれはね、いつ飛ぶかわからないので、はい、ここはね、ちゃんと理解した上で、ね、いつか飛ぶか本当にわからないんだよっていうのを、分かった上で、はい、やっていただければと思います。はい。なのでね、今回、まあ、元本回収できましたけれども、これで3つ目ですかね。全部で13個トロンマイニング投資して、元本回収ができたのは3つ目になりますね。はい。なので、まあ、そういう確率ですよと。大体は8割くらいでみんな飛んじゃったっていう感じなので、まあ、今回はだからラッキーだったとね。だからたまたま、本当にたまたま元本を回収できたので、必ずね、どの案件も元本を回収できるとは限らないので、そこだけね、しっかり注意してくださいと。はい。まさにね、本当に乗るかそるかのギャンブルですね。たまたま今回元本を回収できたので、はい、乗ったということになりますけれども、本当にね、入金した翌日に飛ぶということもね、本当にゼロではないので、はい、そこはしっかりね、理解した上でやってください。で、今回ね、私はたまたま元本を回収できたので、もう元本を回収してしまえば、あとはね、もういつ飛んでもいいですよと。まあ、飛ぶまで全部利益になるので、ね、これからだから20日間飛ばなかったら、まあ、2200TRX ね、ポロ儲けということになりますし、ね。まあ、ないとは思いますけれども、ね、3ヶ月とか6ヶ月とか飛ばなければ、それだけずっとね、利益が入り続けるということにはなります。はい。ということでね、今回、なんとか元本回収できたということで、まあ、その報告の動画なんですけれども、まあ、そうは言ってもね、本当にね、何度も言いますけれども、たまたま、ね、今回の案件が長持ちしたっていうだけで、この案件もね、いつ飛ぶか本当にわからないです。はい。なので、もう、ね、今回の案件に限らず、もう、どのトロンマイニング案件全部一緒です。ね。もう、過去に12個やりましたけれども、まあ、どんなトロン案件も必ず最後は飛びますので、ね、そこを本当にね、理解した上で、はい、もう本当にお遊びでね、やっていただければと思います。私もね、お遊びでやって、まあ、お遊びっていうか、まあ、YouTube の動画ネタとしてやってるだけなので、皆さんはね、真似しないで、はい。